こんにちは、ハッピー、アイニョンです。いよいよファンタジースプリングスのオープン日が近づいてきましたね。それに先駆けて2024年5月28日にファンタジースプリングスのグッズが発売されたので、今日はそちらの購入品を紹介していきたいと思います。今回グッズもめちゃくちゃ気合が入っているので、200点以上の新グッズが発売されたんですが、なんと私53でも買っちゃいました。やっちゃった。ちょっと長くなってしまうかもしれないんですけど、最後まで見ていただけたら嬉しいです。それでは行ってみましょう。今回テーマごとにいろいろなグッズが出ているんですけど、まずはファンタジースプリングスの壮大な美しい世界観をテーマにしたグッズから紹介していきます。イエーイ、やっと開封だ。まず1点目はこちら、巾着。ファンタジースプリングスの世界観が描かれた巾着になっています。デザインはこんな感じ。今回できたエリアのキャラクター以外にもいろいろいますね。そして裏側はこんな感じです。ネバーランドやラプンツェルの塔とかだね。裏地はないんですけど、この紐を通すところがちょっとこだわられてるところがポイントだね。生地感は結構しっかりめ、汚れてもすぐに洗い落としそうです。サイズもよくある感じだね。これぐらい、こちらたくさん使いたいと思います。次はこちら、ウォッシュタオル。デザインはこんな感じ。さっきの巾着と同じデザインです。裏は何もない。質感は少し より良くないやつ。ちょっとね、モフモフした感じではないです。薄めなので持ち歩きにはしやすそうだね。まあ、デザインも可愛いし、サイズも 35×34 なので結構大きめで使い勝手は良さそうです。次はこちら、バスボールフィギュア入り。4種類あるんですけど、ファンタジースプリングスにちなんだキャラクターになってますね。オラフ、パスカル、ティンカーベル、チーズです。これは今使うことはできないので、今夜夜使ってみて何が出るか見てみたいと思います。ちなみに開けてみたんですけど、バスボールはブルーでした。そして香りはフローラルの香りなんだけど、すごくいい匂い。これ好き。今夜使うのが楽しみです。次はこちら、チョコレート。これはもうカンカンに惚れ込んで買いました。本型なんだよ。もうインテリアとしてもめちゃくちゃ良くないですか。これはアップで見ていただきたい。キャラクターのところとか凹凸になっててかなりこだわられてます。横もやばいでしょ。こちら他のデザインで以前パークで売ってたんですけど、同じ形になってるみたいです。中を開けたらこんな風になってました。作品が描かれててすごいね。うわ、大変。チョコレートもめっちゃこだわられてる。おしゃれ。ではいただきます。パフがいいね。チョコレートの部分も甘くて美味しいです。こちら15個たっぷり入ってるのでおすすめです。次はこちら、パスタスナック。いつもパスタスナック買うんですけど、カンカンに入って高級感がございます。デザインなんですけど、蓋の部分は先ほどから同じデザインで、横にはいろいろなディズニーキャラクターの跡が書かれています。これのシールとかも売ってたよね。売ってた、欲しかった、我慢しました。味なんですけど、チーズ、オニオングラタンスープ、エビビスク、ソルト、コンソメ、スモークベーコンの6種類。今までに食べたことない味あるね。めっちゃ気になったよ。そしてそれぞれ2個ずつと3個ずつのものがありますね。計15袋入っております。それでは一通り試着してみたいと思います。それぞれ書かれている味がして美味しいです。その中でも一番はスモークベーコン味かな。スモークが効いててね、すごい美味しかったです。ちなみに1袋にはこれぐらい入っていました。
これは食べ終わった後の缶も可愛いのでおすすめです。このテーマの購入品最後がこちら、ショッピングバッグ。今回2種類のサイズが出てたんですけど、大きい方を買いました。これはパークで売ってるバッグの中でも一番大きいサイズですね。結構大きいよ。今回の購入品全部入ったからね。これ買ったら新エリア行ったって感じするもんね、帰り道もね。うん、これ持ってたいところはあるよね。それでは次、アトラクションのアナとエルサのフローズンジャーニーをテーマにしたグッズに行きます。まずはこちら、カチューシャ。こっちがエルサのデザインで2200円、こっちがアナのデザインで2400円でした。まずはエルサから。ブルーのキラキラカチューシャによく見るとここ、エルサならではの雪の結晶がいっぱいついています。これは裏側も同じ。これはエルサコーデした時に絶対つけたくなるね。こちらがアナデザインです。戴冠式のドレスをイメージしたカチューシャ、ずっと欲しかったの。後ろもほら、これアナちゃん髪の毛についてたよね。今日はこのカチューシャをするためにこのコーデを選んだので、つけるのが楽しみ。どう？やっぱりいい感じじゃない？かわいい。これかわいすぎる。どう？アレンデール城の中に入れるから戴冠式のアナコーデしたいよね。早く行きたくなっちゃった。次はこちら、ぬいぐるみセット。映画見てたらもうこれがグッズ化されたのは涙が出ちゃう方が嬉しいよね。これはね、アナとエルサが幼い頃遊んでたぬいぐるみなの。見てください、クオリティもめちゃくちゃ高いです。髪の毛と顔の質感が違ったり、お洋服もお人形の服なのにこんなにこだわられてるの。スカート部分刺繍だし、コットンレースもついてるし、すごいや。遅れちゃっても大丈夫。そして次はこちら、ぬいぐるみチャームセット。こちらは先ほどのぬいぐるみのちっちゃいバージョンで、ボールチェーンがついてます。なのでバッグにつけるタイプだね。生地感とかはね、まるっと同じような気がします。ほんとちっちゃくなったバージョン。アップにするとこんな感じです。ちっちゃいのもすごくかわいい。ちっちゃいからって手抜いてないんだよ。すごいなこれ。ちなみにバッグにつけるとこんな感じです。かわいいね。最高。こんな感じでお手持ちのバッグにつけてみてください。次はこちら、ショルダーバッグ。ポーズがいいね、オラフの。オラフ時計1時43分ですみたいな。本当だ。てかね、大きさはこれぐらい、横幅はこれぐらい。果たしてどれぐらいものが入るんでしょうか。ブラボー、一気に来たいなー。なんとこのオラフくん、下まで入るかと思いきや、ここまでしか入りませんでした。しかもこの首のところが少し細くなっているので、そこを通らなければいけないっていうね。なのでスマートフォンは入りませんでした。今いろいろ試してみたんですけど、縦はこのハサミが入るぐらい、横幅で言うと私が持ってるこのアリーの日焼け止めぐらい、これが首とちょうど同じぐらいだったので、これが限界。このディズニーのショルダーバッグのあるあるですけど、物はあまり入らないと思って買った方がいいですね。次はこちら、アクセサリー。何が出るかのシリーズですね。ちなみに入ってるのはこの6種類なんですけど、何が入ってるんでしょうか。私が欲しいのはシークレットよ。何が入ってるか本当に分かんないから。またゴーちゃんが選んでくれました。それではいきます。せーの、じゃーん。はっ、こちらシークレット出てる。これシークレットだ、イエーイ。そして言わなかったから後出しじゃんけんだけど、私これ欲しかったです。ほら、私が当たったのはこちらです。アナのリボン、かわいいよ。サイズもちっちゃくてかわいい。後ろはこんな感じでピンになってます。2個欲しかったね。もう一回やろう。
まあ当たるか分かんないです。今当たる前提で話して、いくら費やすのか分かんないよ、その先。シークレットがこちらです。エルサの王冠かな。とってもちっちゃいけど指輪です。つけてみたらこんな感じで可愛いでしょ。いいね。開けるのも楽しいし、出てきたものもすごく可愛いのでおすすめです。次はこちら、ポーチ。生地感がこんな感じで合皮でできてるんですけど、この辺の刺繍だったり、ここもめちゃくちゃ細かくプリントされてるんだよ。いや、これはすごいね。ちなみにこの柄はエルサの戴冠式の招待状をイメージしてるみたいです。赤の裏地になっててポッケが2つありました。使い勝手も良さそうだし、めっちゃおすすめだね。次はこちら、キーチェーン。開けてみました。こんな感じです。思ってたよりも大きいのがいいね。あとお洋服の部分はちゃんとお洋服の生地を使ってたり、ここの部分はすっごい細かいの。うん、めっちゃ良くない？というわけで数日経って改めて見たんですけど、やっぱりこれいいですね。ちなみにこれはどうやって使うんですか？これはね、鍵をかけてるところに一緒にかけて飾るもいいんじゃないかなと思ってます。ごめんなさい、我が家にそんなスペースありませんけど。作るのこれから作るの、このために。次はこちら、オルゴールセット。前にもオルゴール買ったよね。あれが思った以上にいい音色だったから、これも気になって買っちゃいました。これね、サンプルなかったから今初めて聞きますよ。持ち手茶色い方が雪だるま作ろう、持ち手緑の方がレッドイットゴーだそうです。それではこちらから、皆さん耳を澄ませて。なんかめっちゃ泣けない？すごくいい。ここで繰り返しなんだ。じゃあ次こっち。紋章の部分はゴールドになっていて、ここもめっちゃこだわられてますね。ちなみにこちらはこう入れて落下防止に使えるし、さらにスタンドとしても使えるそうです。これ早速使っちゃう？使っちゃうよ。これに合わせたスマホのケース買うんだから。でもあれ iPhone 買い替えるって言ってなかった？ダメだ、まだ使っちゃうよ。まだ使っちゃう。お預けじゃん。ダメだダメだ、まだです。次はこちら、スタンド式ミラー。もう超可愛くない？エルサのドアだよこれ。何この質感、めっちゃいいです。ちょっとザラッとした合皮にエルサは刺繍、めちゃくちゃ高級感があります。後ろは柄ではなくネームってところもなんかおしゃれね。それではやっぱりエルサの扉ということで、あれがやりたくなりました。やっちゃいます。雪だるま作ろう。ドアを開けて。あっち手あり。わかったよ。ちょっと開けられないじゃん。なんか職業拒否されてんじゃん。一生開けられない。中はこんな感じです。そして鏡を開けたところにこの子がいるの。エルサが
幼い頃遊んだお人形さんだね。ここが私の中で超エモいぜ、たまらんぜ、わかってるじゃんって思って買っちゃった次はこちら、シール。私ね、最近シールめちゃくちゃ集めてるんですよねやっぱカチューシャはしまう場所に困ってくるんだけど、シールならほらいくらあってもかさばらないじゃん、使うし。ってことでシール集め出したので買いました。それにしてもシールが入ってる缶から可愛いよ。開けてびっくり、シールの質感もめちゃくちゃいいです。なにこれ、伝わるかな、ツルツル系じゃなくてなんか和紙みたいな、そういう感じの質感なの。全部見せることはできないので、こちらを見せると36種類ものシールが入ってます。私的熱いのはトロールのシールがあるところだな。買ってよかった、これ買わないと分かんないから嬉しい。次はこちら、レターセット。これ思ったよりすごいのが、レターセットなのに本みたいなしっかりとしたやつに入ってる。ほらすごい、この箱の時点で1800円だよね。わー、先ほど紹介した招待状のデザインと箱の中の柄までしっかりありましたよ。肝心なレターセットの中身はこちらの4つになっています。こちらがメッセージカードです。デザインはおなじみのやつですね。後ろがこんな感じ。こちらが封筒、なんだか高級感があるよ。こちらは便箋、柄がいいですね。アナ雪2で見たの、これ。アナがエルサに送った手紙のやつと似てるよ。ただ私的にはサイズがとても小さいのがびっくりしました。こちらがシール、この形がシーリングスタンプみたいになっててとってもおしゃれです。これはね、ケースも含めてすごくいいので買っておくといいと思います。そしてこのテーマ最後の商品がこちら、アソーテッドチョコレート。やっぱりアナと雪の女王ではチョコレートというワードが出てくると思うんですけど、おそらくこれなんではないでしょうか。そんな期待を含めて買ってみました。チョコレートだ。しかもただのチョコレートじゃないです、一個一個めちゃくちゃこだわられています。入ってたのはジャンドゥーヤ、ティラミス風味、マロン、ミルクティー、ストロベリー、バニラ風味となっております。これは1日1個味わって食べたいので、ここでは1つだけ食べてみたいと思います。じゃあ名前のよくわからないジャンドゥーヤを行ってみたいと思います。うん、ヘーゼルナッツの味がする。これがアレンテール状のチョコレートか。これは自分用にもいいし、お土産用にも喜ばれそうです。それでは次、アトラクションラプンツェルのランタンフェスティバルをテーマにしたグッズに行きまーす。イエーイ、衣装もチェンジしちゃいましたというわけでまずはこちら、カチューシャ。ラプンツェルのカチューシャ、おそらく日本で初めて出ましたね。もうやっとだよ、待ってました。しかもめちゃくちゃ可愛いの出してくれました。こんな感じでラプンツェルといえばのお花がついたカチューシャで、リボンもラプンツェルカラーになっています。そして後ろにもリボンがあって、その端のところにじゃじゃーん、紋章がございます。というわけでつけてみました。前も可愛いし後ろも可愛いです。今回ラプンツェルのコーデたくさんの方がやると思うので、ぜひ皆さんこちらゲットしてみてください。次はこちら、ショルダーバッグ。ラプンツェルといえばやっぱりこのランタンですよね。生地感はサテン生地で、中の紋章のところはキラッと光った生地を使ってますね。そして裏側にはボートに乗ったラプンツェルと友人のイラストが入っています。中はこんな感じです。ちなみにアイリーのブランドでも同じようなバッグ出てるので、ちょっと持ってきました。ありがとうございます。私の力作です。並べるとサイズ感とかすごい分かりやすいじゃない。サイズはちょっとちっちゃめですね。アイリーのブランドの方は
少しお値段がするので、その分やっぱりしっかりはしてるね。うん。ちなみに今 500ml のペットボトルを入れてみたんですけど、閉まらなかったので、そちらは注意した方がいいと思います。でも2900円で可愛いっていうのはちょっとね、いいですよね。コーディのワンポイントにもなるし。次はこちら、マグカップ。こちらは新しくできたレストランスナグリーダックリングの看板がデザインされたカップです。結構重くてずっしりしてるんだよ。いいやつじゃん。そして電子レンジ、オーブン、食器洗い機、全部 OK みたいです。超便利。ちなみにこちらは僕のではありません。私のです。どんなシーンで飲むのそれ。自分が早くれてる時。いいでしょ、たまにはこういうのも買わないと。次はこちら、キーチェーン。ランタンがモチーフになったキーチェーンです。思ってたよりは小さかったんですよね。でも買うって決めてたので買いました。なぜならこれは光るんです。後ろにボタンがありました。つけてみます。おお、ランタンらしいオレンジ色になりました。デザインも本当にランタンみたいになってるので、これは買いだね。これエリアにいる人全員がこれ持って光らせたらすごいだろうね。ランタンフェスティバルが開催だ。次はこちら、デコレーションガーランド。こうちゃんにやめなさいとは言われたんですけど買いました。押し込まれた。おお、見て、サイズもちょうどいいぐらいだ。私的にランタンもいいけど、やっぱこのね、紋章の旗がね、好きなの。ちなみに端っこはこんな感じでかけれるようになってるので、この仕様ありがたいですね。ラプンツェル好きの方はこれ買っておいた方がいいんじゃないですか。次はこちら、デコレーションマグネット。値段は高いんですかね、どうなんだろう。でもね、わたあめ夫婦マグネット集めてるので買っちゃいました。入っていたのはこの4つ。右からランタンフェスティバルのロゴ、パスカル、スナグリーダックリングの看板、友人の手配書。これだけが結構固めな素材になってます。あとはゴムっぽい感じです。まあ、これは集めてる方はぜひ買ってくださいって感じですね。コレクターというのはそういうもんですよね。とりあえず買う。このテーマ最後がこちら、パイクッキー。こちらのパッケージもとっても可愛いです。色合いもランタンの形になってるのもいいね。じゃん。おお、なんか開けた感じもなんか今までと違うね。え、そして肝心のパイクッキーがこちらです。見てください、ラプンツェルの髪の毛をイメージしているので、クッキー自体も三つ編みになっていたり、袋も花が描かれています。もう見た目は完璧、あとは味です。ん？パイとクッキーの2つの食感を楽しめました。味はそこまで甘くなくて、パイとクッキーのそのままの味がする感じです。これはさっきのチョコレートと同様、見た目に特別感があるので、お土産にめちゃくちゃおすすめですね。ちなみに10個入りです。すぐなくなっちゃいそう。入りは1日。いや、1時間か。いや、30分かもしれない。それでは次、アトラクション、ピーターパンのネバーランドアドベンチャーをテーマにしたグッズに行きまーす。イエーイ。まずはこちら、 T シャツ。今回4種類の T シャツが出ていたんですけど、私たちはこちらを買いました。ピーターパンです。今回のこの後可愛いよね。そして前は胸元にワンポイントでこのアトラクションのロゴが刺繍されています。というわけで着替えてきました。どう？とっても大きいんだよ。待って待って、すごい、なんか濡れてない？やっぱ落ちてた。ちょっと水飲んだら垂らしちゃったんだよね。というわけで結構女性が着ると大きいと思います。身長165から185センチのサイズとしては M から L みたいな、そういうサイズになっております。まあ大きいんですけど、やっぱ可愛いですね。
ゆるっとしてていい感じ。次は大量です。じゃん、キャップ。こちらは見たらわかりますよね。ロットキッズたちのキャップたちです。それぞれ色も形も違うんだよ。一つは選べなくて全部買ってました。頭は一つしかないのにね。うん。しかもこれ1個3700円だからね。そんなしたの？全部買うと2万円弱ぐらいあるんじゃない？だから。本当だ。え？でもね、その分やっぱクオリティが一個一個高いの。代表してキツネを紹介すると、こんな感じでモフモフ素材になっていて、お耳がついていて、ここにはタグもついています。後ろにはキャラクターのワッペンと尻尾、さらに長さを調整できるアジャスターもついてました。かぶってみました。キツネ、尻尾がやっぱいいね。皆さんはどれを買うかな。次はこちら、ぬいぐるみチャームセット。これもどれか一つだけとは言えず全部買っちゃいました。やっぱキャップを全部買ったからね。ただこれは2個セットになっていて、組み合わせは決まってます。ボールチェーンがついてるのでバッグにつけれるのもいいんですが、さらにこうやってね、ぬいぐるみがちゃんと座ってくれるの。こうやって全部飾ったらめちゃくちゃ可愛くない？お部屋に飾ってもいいし、出歩くときに連れてってもいいよね。サイズ感も持ち歩くのにいいし、最高だね。次はこちら、タンブラー。コースター付きなんですけど、それがすごくいいの。まずはコップがこちら、後ろ側はロゴですね。カップ自体は樹脂製のよくあるやつです。そしてコースターがこちらです。これにカップを置けばピーターの影があるみたいになるんです。これはすごいアイディア賞です。サイズも大きめで使いやすそうなので、ぜひ気になった方ゲットしてみてください。そしてこのテーマ最後の購入品がこちら、レジャーシート。我が家にレジャーシート何個あるんでしょう。でもこれは僕用です。ピーターパンと同じ誕生日なのでピーターパン買わせていただきました。まず袋がこんな感じ。ディズニーのレジャーシートは袋付きなのがいいよね。レジャーシートのデザインはこんな感じです。うわ、めっちゃいい。ピーターパンの主要キャラ大集合、豪華です。とても豪華。結構気持ちくらいですね。汚いしね。あなたいっぱいありますから。気分でちょっと使わせてもらうか。次はアトラクションフェアリーティンカーベルのビジーバギーをテーマにしたグッズになります。まずはこちら、カチューシャ。ティンカーベルもカチューシャ出てくれました。私初ゲット。デザインはこんな感じ。今までに出ていたメッシュタイプのティンカーベルバージョンですね。お耳の部分にはゴールドのラメラメがついていて、リボンは2種類、ゴールドのキラキラチュールとティンカーベルの羽でしょうか、オーロラに輝くリボンがついてます。そして真ん中にはティンカーベルの靴のとこにあったパーのポンポンがついてます。どうでしょうか。私的には写真で見るよりも実物の方がすごくいい感じです。次はこちら、ショルダーバッグ。ここに可愛い子がついてますけど、この子はティンカーベルのお友達チーズです。映画のピーターパンには出てこないんですけど、ティンカーベルの方に出てくるキャラクターです。もちろんアトラクションにも出てくるよ。結構デフォルメされてるよね。これはね、誰だろうってなっちゃってるけど、チーズです。このポーチの可愛さは、このチーズも可愛いんだけど、こう形ね、葉っぱをイメージして作られてるんですけど、物は結構入りそうなショルダーバッグですね。スマートフォンもこの通りぴったりサイズ。やっぱりスマホが入る入らないは大きいからね。しっかり入るサイズでした。
アジャスターもついて長さも調整できるのでお子様も使えますね。これは実用的だよ。ティンカーベルコーデにもいいし、買ってよかったな。次はこちら、ぬいぐるみチャーム。この子もチーズなんですけど、先ほどと顔が違います。こっちの方が私お顔好きです。かわいい。お目目がなんか左右違うの選んじゃったかな。目毛が入ってる、目毛。目毛多いね。カットしてあげなきゃ。そしてこれもいいと思ったのが、この通りちゃんと座るところ。ボールチェーンもついてるのでバッグにもつけれるし、飾ることもできるなんて最高じゃない。アトラクションに乗ったらよりこの子欲しくなっちゃうと思うので要チェックですよ。次はこちら、ピンバッジ。これも何が出るかのシリーズですね。全部で5種類あるみたいです。これだね。私はこれが欲しい。何が出るでしょうか。何が出ても当たりな気がする。1、2、3。何？あー、こーちゃんすごい。結構分厚いし大きいし、デザインも素敵。てか俺すごくね。すごい。またやっちゃった。すごくね。なんで？え、なんで？次はこちら、ウォッシュタオル。デザインはこちらです。アトラクションのワンシーンを思い出すね。思い出持ち帰ってるみたいでいいね。ちなみに生地感は一番最初に紹介したタオルと同じ感じ。こちらはティンカーベルコーデをした時に持っていきたいと思います。このテーマ最後の購入品がこちら、光るおもちゃ。もう名前の通りこのティンカーベル光ります。その前に見て、光らなくても超可愛くない？ちょっとセクシーポーズしてるんだ。ティンカーベルはこのように光りました。電気消してみたいね。うん、どう？おお、これは新エリアにいいね。めちゃめちゃいい。いい感じ？今気づいたんだけど、キーチェーンの他に後ろクリップがついてるんですよ。っていうことは、ポッケのついた服を着ればティンクをずっとこうつけてられるわけよ。一緒にいるみたいな。ピーターパンコーデしてたら最高じゃない？これは結構マストな購入品かもしれません。皆さん忘れなく。最後は東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテルをテーマにしたグッズになります。イエーイ。いよいよ最後のブロックでございますね。まずはこちら、ぬいぐるみバッジ。この後にも登場するんですけど、ホテルのアートのミッキーさんとミニーちゃんが着ている衣装のぬいぐるみバッジです。今回はこんな衣装を着ているんです。お洋服がブルーなんですけど、お耳とか顔の一部もブルーになってます。淡い感じでとっても可愛い。そして後ろにも注目です。ボールチェーンではなくしっかりとしたチェーン、そしてピンバッジ、さらにロゴが入ったこういうのもついてます。ちょっと高級仕様じゃない？私もなんと泊まる予定があるので、この子たちを連れて行こうと思います。やったぜー、楽しみだー。次はこちら、クッション。このクッションマジでやばいです。ジャガードの生地でできていて、周りには金のロープとタッセルもついてます。ピンクも超可愛いし最高だね。まだ泊まってはいないんですけど、これをお家に置くことでホテルの高級感を感じられるという最高のクッションとなっております。サイズよし、モフモフ感よし、言うことなしでございます。次はこちら、フェイスタオル。もう贈り物であげる時のタオルの感じで出てるよ。開けたらこんな感じ。どう？すごい高級感あるよね。ほら、前と後ろで色違くて、よく見ると両端のところがミッキーさんとミニーちゃんでしょ。そして反対側は刺繍のロゴになってます。
下もすごいよ、ほら。なんだこりゃ。そして触り心地も結構モフモフでいい感じです。これやっぱり贈り物にも良さそうですよ。皆さん、次はこちらミニタオル。こちらディズニーホテル定番のタオルですね。まずこれに入ってるのもいいよね。これがね、高級感あってお気に入りよ。わお、かわいいよ。ピンクが入ってるんだ。デザインはこんな感じ。ファンタジースプリングスホテルの外観が刺繍されています。これ全部刺繍だよ。想像できるこの細かさ、マジでやばいです。ほんとこのホテルのね、カラーが私好きなの。泊まるのも楽しい。ちょっとランドホテルのご贔屓なのであまり浮気しすぎないようにお願いします。私たちね、結婚式挙げたところですからね。そうですね、あまり持ち上げすぎないようにしてください。わかりました。そうでした。次はこちら、巾着。今回で巾着2個増えちゃいました。今回は私の大好きなピンクカラー。裏側もこんな感じで超かわいい。そしてこのようなかっこいいチャームもついていました。いいね。ちなみに巾着何個目かわかりませんが、今の時点だとこの色合い、柄、サイズ、私の中で一番のお気に入りとなっております。ほんと？リーダーです。抜き打ちチェックするかな。大丈夫、これを絶対使ってる。次はこちら、レザーセット。なんと巾着に続きレザーセットまで2個目です。そんないらないでしょ。いるんです。ちょっとプレゼンさせてください。聞いて。まずこのレターセットにはこのケースがついています。ただ紙だった。プレゼン失敗じゃん。ケース、あれだと思った、クリアファイルみたいな、ああいう紙だった。というわけで中身がこちらですね。封筒5枚、便箋、シール10枚、ミニフード5枚、メッセージカード5枚です。どれも柄がすごくかわいいの。便箋のサイズもさっきのアナ雪とは違って大きめです。そしてシールがポイント高め。シーリングスタンプのような感じなんですけど、本当にデコボコしてんの。こうやってつけたら完璧じゃない。あと小さい封筒とメッセージカードがあるのもいい感じでしょ。これで1800円だよ。買わないわけにはいかないね。そしていよいよ最後です。こちら、ルームウェア。なんとびっくり、こちらのお値段1万円もしました。さてどんなルームウェアなんですかね。めちゃくちゃ楽しみです。ちなみにこちらはレディースサイズとなっております。 M と L ですね。私は M サイズを購入しました。じゃーん、こんな感じ。まあなんか、微妙感出さないでください。なんか勝手にサテンとか、なんかシルク見えする生地感とかなのかなと思ってたら、意外や意外、汗を吸収しやすい機能面がいいタイプでございました。柄はこんな感じで、先ほどから登場している総柄ですね。こういう部屋着で裏地がついてるのは高級仕様だな。そこは評価高めです。パンツはこんな感じです。ゴムで紐もついてて、少しフリルがついてます。でちょっとせっかくなので着てみたいと思います。というわけで着てみたんですけど、着心地はめちゃくちゃいいです。なぜならばすごく伸びるの、すごいとろみがあるのでいい感じ。袖はなんか手首にかけて広がるデザインでした。胸元の下にゴムが入ってて、フェブラム仕様のデザイン性のあるルームウェアになっていました。結構太めなので動きやすいです。このルームウェアを入れる巾着もついてるのもいい感じです。持ち運びしやすいね。
あとは値段もいい感じなので、プレゼントとしてあげても相手の方喜ぶと思いますよ。体験チューブというわけで、ファンタジースプリングスのグッズ購入品紹介でした。ちなみに今回53点購入したわけなんですけど、はい、総額はなんと132,850円でした。そんな買ってた。でも皆さんも実際に行ったら、もう欲しいものだらけで財布の紐緩くなっちゃうから気をつけてね。お予算は多めに見積もっといた方がいいと思います。というわけで今日の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。